ギター講師新井ひろきです。本日もギターレッスンやっていきましょう。つうわけで今月はいつものスタジオを飛び出しまして、都内某所のリハッサーに来ております。リスナー生徒にこのお二人、ゆうなです。まーさんです。そしてサポートメンバーにこのお二人、ベースのあやかです。ドラムのおたるです。私たちザ・ポテトウォッシャーズです。はい、ザ・ポテトウォッシャーズの皆さんでございます。イエーイはいね、本日ポテトウォッシャーズの皆さんお迎えしてこのリハーサルで収録させていただいておりますが、まあ、今月はいろいろねバンドの課題が見えてきたわけですよ。バンドリーダーも決めて、今の演奏どうだったみたいな話があって、で先週はちょっと歌のね、歌2人で歌うんだからちょっとそこも揃えましょうよみたいな練習がありまして、まあそこでね、来週は今月のまとめしたような演奏がしたいみたいなことがあったわけじゃないですか。でそれが今日ですよ。ちょっとその今月のねバンドで出てきた課題を経た演奏を今日できるといいんですが、ちょっとそのね演奏をする前にもう一回みんなでね、ちょっとこういう風にやった方がいいよみたいな話をしてもらってから、このラジオを聴いてる皆さんにドーンと届けましょうよ。はい、ね、じゃあここからリーダーのゆうなさんに渡しますんで、はい、お願いします。はい、じゃあまずはやっぱ最初から言ってる縦を合わせるっていうのは一番意識したいところで、それプラスやっぱ楽しんで私たちもお客さんもライブを一緒にできるように笑顔で顔を合わせながらやりたいのと、あと先週の私たちまーさんというのの歌を合わせるっていうそこですね。なんかありますか、ドラムの渡さん。まあ、もちろんその縦合わせるっていうのもまただんだん良くなってきてるし、そこはおろそかにしちゃいけないし、あとなんだろうな、普段家とかで練習すること多いと思うけど、その時できてたことがここでできるかどうかっていうのもまたね、環境が違うっていうのもあるし、できてたことができないっていうのはやっぱもったいないから、自分の持ってる今のスキルを全部出せるぐらいの余裕は欲しい。はい、そう、私たちいつもここ来る時ほんとガチガチに緊張してそれちょっとあれだよね、もったいないですよね。うん、やっぱ個人的にはボーカル、まーさんの歌も聴いて意識しながらやりたいなと思います。はい、はい、はい、そういう感じでね、はい、うまくまとまりましたね。はい今日やるべきことがうまくまとまったところで聴いてもらいましょう。ザ・ポテトウォッシャーズで満月に吠えろ。いくぞー。おー、thank you.
はい、つうわけでザ・ポテトウォッシャーズ満月に吠えろでございました。はい、はい、どうですか。やってみて。私の目の前にドラムの渡るさんがいるんですけど、一緒に歌ってくれるんですよ、渡るさんが。それが心強くて嬉しくて、チームワークがよりなんかグッと固まったような感じがしました。もう男としてはね、もうパーフェクトな瞬間じゃないですか今。いや嬉しいですね。そういう心強さっていうのはね、もうライブするたびにやっぱあるんですよ。メンバーに救われるっていうのはたびたびあるんですよ。はい、そういうメンバーに自分がなれるといいですよね。うん、マーさんは今エフェクターを踏んだのにオフになっちゃってて踏めてなかったんですけど、うん、いつもだとあやばいみたいな感じになって、うん、ゴタゴタになっちゃうんですけど、うん、今日はあ、もういいやみたいな。あ、なるほど。うん、そんなの気にしないみたいな感じ で、 いいで、ね、いいでね、そのまま弾けたんで、うん、リズム安定してたかなと思いますね。先生ね、そういう方が好きなんですよ。あ、本当ですか。うん、なんかこれやんなきゃいけなかったんだけどできなかったって気にして、その後引っ張るよりかはなんかそこでこうテンション上がって、いやこのままいっちゃえみたいなぐらいの方、うん、バンドの方が僕は好きですね。なんで今の話はちょっと嬉しい話で、なんとなくバンド演奏良かったのと、はい、歌も揃って聞こえたかな、うん、うん、すごい聞きやすくなってきました。はい、ありがとうございます。っていうのと、多分ね、今みんながそういうことを気にしだして、すごい初歩的なことを忘れてき始めてるんですよ。それ何か分かりますかね。の野郎わかんないですかね。やっぱ演奏する前にね、チューニングしないとダメですね。ああ、そうだ。うん、ちょっと今チューニングが甘かったかな、全体で。すごい上手い演奏できてもチューニング狂ってるともう全く聞けたもんじゃないので、そこはちょっと一度初心に戻って、はい、チューニングをするっていう癖をつけてください。はい、っていうので今回終わろうかな。はい、はい、来週も頑張るぞ。おー、また来週。 Listen to your soundtrack from Roppongi Hills 81.3 J-Wave。 いやー、やっぱ新井くんってすげえんだな。うん、新井くんってすげえんだとやっぱ思ったよ。さあ、レッスンの模様ですね、 Facebook 上でも展開してますんで、イモアライザカレコード Facebook 行ってみてください。チェックしてみてください。あのリアライズの、あの東京リアライズのサイトに来てくれればですね、左側にリンク貼ってありますんで簡単に行けますよ。どんどん上手くなってるよね、すっげえ。そして今 BGM はおう、アンドロップに変わりました。そうです、今日の東京リアライズはアンドロップ初のアリーナワンマンライブ、代々木第一体育館のチケット先行